今回私が使った竿はリンカイのアートレーターです。この竿の特徴はですね、 X ガイドとスパイラル X コアとパラボラチューン R がこれ備わっているわけです。3つ備わったのがこのコアブランクスです。非常にこう操作性が良くなって、競技仕様ですね、それでも最高の竿です。 X ガイドが入ったおかげで穂先も軽くなるし、小さいあたりも取れるし、 P ラインが絡まないんですよ。だから私今回いろいろ渚でやったんですけど、穂先に絡んだのは一回もないです。パラボラチューン R、 これはきれいな曲がりするわけです。だから魚が結局違和感感じないから怒らないんですよ。ある程度ソフトにしながら、向こうに魚がガンガン引いた時にはちょっと力入れば割と簡単に上がってきます。スパイラル X コアですね、竿のブレがない、ねじれがない。一番感じたのはまずこのデザインですよ。キル竿としてすごい仕上がりできてから、釣りに行くんだったらこれをとにかく使ってみたいという気持ちになってですね、実際にこれを使ってみてですね、距離も出るんですけど、正確にピンポイントで狙ったところには入るわけですよ。風が強い時でも竿がねじれないんですよ。ねじれないということは当たりが取れるわけです。それと細めに仕上がってますから疲れないんです。疲れないということは1日持っても集中力があるから最後の1投まで戦える竿ですね。ねじれがないことが、 P を使った時にこのバウンドがないから穂先に絡みがないんですよ。私は特にもうそこですね、パシッと止まる竿はいつまでもぶれない、絡まない。で X ガイドがあるから P も少し絡まった人もきれいに抜ける。だから P に最高にこうマッチした竿と思いますね。これはこのリールシートがですね、 X シートとセパレートグリップなんですけど、この X シートがねすごくこうフィットしやすく、これ溝が入ってますから滑らないんですよ。それとよくリールがこう甘くなったりするんで、もう締めるだけですから非常にこう安定感が出ました。それとセパレートグリップはですね、少しこう長いんですよ。長いいうことは片腕でこうする人がいるんですけど、ここに肘にちょうど当たるようになってるわけです。だから片腕でも十分できるし、なおかつ強引にやり取りしたい時にはもうここに当てて、そのままゴール。だから2通り取り組みができる竿ですね。ラインナップはですね、04号、06号、1号、1.2号、1.5号、1号にはですね 5m とですね 5m30 があります。皆さんもね、自分に合った竿を選んでですね、ぜひ使ってみてください。楽しい釣りができると思います。今回私が使った PE はリビデッドプロ PEG5 プラスですね。今回新たにですね 200m 巻きが登場しました。中に芯が2本入ってるんですよ。それで針と比重が備わってます。 PE 自体が細いですから非常に遠投力が出るんです。それと細い分で、今回も渚なんですけど、波をライン面できれいにかわせることができるんですよ。それはすごくメリットもあるんですよね。皆さんもね、ぜひこのアートレーターと PE を使って楽しい釣りをしてみてください。